族なのですから、間違っているとは言えませんでしょう。そうだね。じゃあ私は何尺にしようかな。何と何の尺があるの？あ、そら感尺やら晩尺やら縮尺、あと尺。ゆうじまさんに嘘を教えないで。古き日本の尺位は家族礼に基づき、上から公尺、公尺、伯爵、子爵、男爵の5階級。はいはい、私男爵がいい。お芋っぽいから断然男爵で。え、女の子なのにですか？あ、そっか、だったら女爵で。そんな称号はない。じゃあ私は子爵にしとこうかな。子供じゃないのに。いや、中学生は子供ってそういう意味じゃないんじゃない？もう新世紀には家族とか貴族の概念がないから好きにしていいと思うよ。本当？じゃあ私にはどれが合うかな。東郷さん、ゆうなちゃん楽しそうね。ひょっとして爵位に興味があるの？あるある、わかんないけど殿下とか陛下とかかっこいいもん。貴族をすっ飛ばしていきなり王族に。王族がありならおたのは無用なんじゃ。男爵だと地位が落ちちゃうわけだし。もういつまで喋ってんだ。この歯の公職とババ抜き勝負をする者はおらんか。おりゃーた、た、たま公職たまこーやーやー、ならばこのスズメ公職がお相手しようじゃないか。金貨をこれに。あ、待って、しずくが何か言ってる。ダスズメ中高？それ前にも言われた。皆さん、本日は年代物のワインが入っておりましてよ。一杯いかが？わあ、飲み物の準備までしてくれたんだ。私も配るの手伝うよ。まあ、わしお伯爵令嬢のスミ様、素敵なお召し物でいらっしゃいますこと。痛み入ります。当家の女子に代々受け継がれる加賀友禅でございますが。しれっと輪が入ってきた。とりあえずカード配っていいんだよね。じゃあ、はい。はいはい、こっちがお待ちかねのチョコレート金貨だよ。おほー、山盛りの金貨。では私はこの勝負に金貨を3枚かけようではないか。こんなにあるんだし、もっといっぱいかけても大丈夫じゃないですか？嫌だよ、もったいない。負けたら取られちゃうんだよ。金持ち設定はどこへ？うん、なかなかいい手札が揃ったわ。私は金貨10枚です。三好伯爵は？私だってやっぱ一枚。失礼、伯爵様。どうやらジョーカーとご好意のご様子。もらったわね、無礼な。こういう時には確か手袋、誰か手袋を持ってない？もう3月なのに、なんで手袋なんだ？ご存知ありません？手袋を地面に叩きつけるのは全然布告の作法、いわば決闘の申し込みですわ。その通り、クスノキ男爵に決闘を申し込む。手袋を持ってらっしゃい、アルフレッドなあ、羊だろば。そりゃあ、いや、そりゃあ向こうの宅はえらいことになってるけど、こっちはまったりしとるな。
ギャンブル場は社交場でもあるから、仲良くおしゃべりしながらも悪くないよ。仲良く？勝負してるのにか？うん、仲良くしながらその時の羽振りを観察して後々のビジネスに生かすんよ。懐が寒そうだから少し距離を置こうとか、儲かってるから何か売りつけようとかね。身分高き者同士は笑みを浮かべて腹の探り合いをするのが日常茶飯事。ドロドロしてるな。お金持ちってもっと満たされて何も考えてないと思ってたよ。イギリスの競馬場なんかは優雅にアフタヌーンティーのイメージですけどね。貴族が愛馬を出馬させ、毛並みを自慢し、ワイン片手に意中の人とお近づきにとか。競争して人が大興奮で応援するやつ。優雅か。人はともかく、馬がたてがみをなびかせ風を切り地をかける姿は実に優雅だと思うぞ。そうですね、私馬って大好きです。いつかは若葉ちゃんと競馬場で。ああ、共に走ってみたいものだな。負けませんよ。いや、そこの娘たち、どういう会話してんの？皆さん、ワインのおかわりはいかがですか？ああ、ごめん、働かせちゃって。あやちゃんとミトム、こっちのチームに入る？おう、私はお金持ち役より召使いとかの方が気が楽だから。どうせお仕事するなら、せっかくだしディーラーをやってみない？ミコさんたちで。ディーラー？私それ映画で見た。カジノにいるウサギの人だよね。カジノにいるウサギの人？うん、主人公が一目惚れしたウサギの人に言うの。ヘイバニー、こっちへおいでって。はぁ、ユーナちゃんがそんな言葉をかけてくれるなら私が喜んでウサギになるわ。私は半分ニコだし、白いし、人参も好きだし、おとなしいし、ウサギによく似ているもの。確かに、言われてみると東郷がウサギに見えてきた。コハブラ、目を覚まして。あの、ユーナさんが聞いたというセリフはバニーじゃなくてハニーの間違いなんじゃ。セリフはともかく、ユーナが言ってるのってひょっとしてバニーガールのことじゃないの？バニーガール？水着みたいな衣装の？私そんなの絶対無理。そうです、ハレンチです。第一、まともにカジノゲームもしないのにそんなのがいたって意味ないじゃない。このカード卓だってずっと雑談ばかりだし、もう一人で先に帰ろうかしら。様がミコのバニーガールに難色を。やはり私などのウサギ姿でお目汚しすぎて。元気出して。ヨシカバニーは私がヨシヨシしてあげるから。ヘイバニー、こっちへおいで。高島さん、いくら花本さんがヨシカだからってヨシヨシだなんて、そんな。だってぐんちゃんが帰っちゃったらヨシカちゃん寂しいだろうし、よしよしくらいしてあげないと。何を言うの、私はずっとここにいるわ。いさせて、高島さん、あなたのそばに。そばに？そばにガールですって。みーちゃん大変、ぜひやってちょうだい。な、何言ってるの。もうわけがわからないよ。別にハレンチなことはしなくていいよ。ただ少しカジノっぽい遊びの味付けに必要かなって。せっかく持ち込んだあれなら全員一緒に遊べるし、きっと面白くなるよ。せっかく持ち込んだあれって、あ、あそこで異様に場所取ってるあれか。
ペシャルディーラーの準備が整うまで鷲津先輩に先発をお願いしました。ラストコール、ノーマーベット、ノワール13でロイ伯爵様の勝利です。やりますな、ロイ伯爵。100万ドルは儲かったのでは？ほっほっほ、いや、たまたまだよ、加賀城男爵。さ、飲みたまえ、飲みたまえ。乾杯！ルネッサンス！スズヤンもやるやん。さすがやるスズヤンや。ギャンブル系はやっぱ様になるな。ルーレットはどの番号に玉が入るか予想すればいいだけなんだね。私にもできそう。本当はもっと細かいルールがありますけど、今日は適当に楽しく遊べればいいかなって。さあ、次の勝負と行こうじゃないか。ま、このわしに勝てる者はいないだろうがな。それはどうですかしら。誰だ。私たちは弥勒公爵霊城図ですことよ。ここに56億7000万ドルでの勝負を所望するわ。なんだかどいつもこいつも爵位が好き放題に変わっていってるような。適当に言ってるからすぐ忘れちゃうのも。俺にも一勝負させろ。血しぶき色の赤に全掛けば。私は黒のすべての枠に1万ドルずつ。オーナー、タイプ別でヤバそうなお客様がいっぱい来ちゃってます。ディーラー交代。頼んだぞ、私のバニーたちよ。お待たせいたしました。あやちゃんが、ウサちゃんに、兄ちゃんがそばにいる。ネクストゲーム、ルーレットスタート。ノーモアベッド、ぴょんぴょんって言った。かわいい。ダブルゼロ、ディーラーの総取りです。なんですって。腕利きのディーラーは思い通りの枠に玉を投げ入れることができるという。まさか。さてはオーナーサイドのイカ様か。こりゃたまげた。でも我々は怒ったりなどいたしません。金持ち喧嘩せずというからね。コイン向いて食べてんじゃないわよ。ネクストゲーム、農業王様、おかけになりますか。かけますかけます。みーちゃんのソバニーガールに1億ドル。芽吹き公爵様、ゲームするぴょ。もちろんするぴょ。するわ。私もあやちゃんに全部。そのかけ方、何ダービーやねん。では私はミトにかけるとしよう。主訴両端とは自分で呆れるけど、どっちを選べばいいかわからない。もうゲームの内容変わっちゃってるし。なんかどうしてカジノにバニーちゃんがいるのか分かったような気がする。これはバニーちゃんなんて可愛いもんじゃないわね。全てを絞り取る魔性のウサギだわ。